M40 は、オーグマザノリ角51.7秒角の二重星である。WNC4 と同定され、その説が支持されている。1764年に、シャルル・メシエが、17世紀に、ヨハネス・ヘベリウスによって星雲があるとされた領域を観測した際に発見した二重星である。1966年、アメリカのアマチュア天文家、ジョン・マラスによって、この M40 は、 1863年にフリードリヒビネッケによって発見されたウィンネッケ4であるとされ、現在はシンバドでもその見解が支持されている。1660年に初めてヨハネス・ヘベリウスが記録し、続いて1733年にウィリアム・デラムが、さらに1792年にモーペルチュイがリストに加えているが、その位置に星雲上の天体はなかったとされている。 メシエは1764年10月24日から25日にかけてこの位置に二重性を認め、後にメシエカタログに加えた。6フィート単レン図屈折望遠鏡では分離が難しいことからヘベリウスが星雲として見誤ったものと推測されると記載されている。ヨハンボーではオーグマザデルタ星の近くに星雲に包まれたような重星を見たと報じたが、 カミリー・フラマリオンは、そこには、星雲も星団もないとして、存在を認めなかった。チェコ生まれのスロバキアの天文学者、アントニー・イン・ベチュバーシュは、性表に、位置だけを示して、説明はつけなかった。各天文家の観測位置を2000年分点に、修正した結果を以下に示す。ありがとうございます。